ジョゼフ・ピトン・ド・トゥルヌ・ホールジョゼフ・ピトン・ド・トゥルヌ・ォールはフランスの植物学者である。花の形を基準にした植物分類法を確立したことで知られる。エクス・アン・プロヴァンスで生まれた。イエズス会の修道院で学び、生殖者になることを求められたが、父親の死によって植物学の研究に専念することが可能になった。最終活動を行いながら医学を学んだが、 1683年にパリ植物園で植物学、この頃ピルネー山脈などの西ヨーロッパで最終旅行を行い多くの標本を集めた。1700年から1702年の間ギリシャの島々を経由してコンスタンチノープル、国会沿岸、アルメニア、グルジアをドイツの植物学者アンドレアス・グンデスハイマート画家のクロード・オーブリエを 伴って、調査旅行した。この時の旅行記は死後、ィレーション D、ウンボヤージュジュルバンとして出版された。晩年は、1706年から、コレージュロワイヤルで医学の教授を務めた。主張、基礎植物学は1694年に出版され、1700年と1719年に、インスティトーションスレイハーベリーとして、ラテン語訳された。 トゥルヌフォールは7000種の植物を約700の属に分類した。リンネによって近代的植物分類が始められたが、トゥルヌフォールは種の上に属を作り、その上に芽、綱を立てた。リンネのおしべの数による綱の分類は人間の直感とズレがあったので、トゥルヌフォールは植物を草と木に分け、さらに花の形で綱を分けた。これが植物分類の基本の考え方となった。 インスティテューションスレイ・ハーベリーの図版 Wikimedia c o m には、ジョゼフ・ピトン・トゥルヌホールに関するカテゴリーがあります。トゥアンは、植物の学名で命名者を示す場合にジョゼフ・ピトン・トゥルヌホールを示すのに使われる。ありがとうございます。